続いては行政不服審査会の話に移りたいと思います。ということで審議が詳細な意見書を作ってくれるわけですが、で、まあ、第三者的な立場を持ってる審議がいて、それが意見書を作ってるんだったら、そこで終わりでいいんじゃないのと皆さん思いませんか。なんでもう一回行政不服審査会があるのかということなんですが、簡単に言いますと、行政不服審査会とは審議員が作った意見書、審議員意見書をですね、この意見書でいいですかということを、審査長がこの審議員からもらった意見書をほぼそのまま諮問という形にかけて、でこれでいいですという答申が出たら晴れて、あ、よかったです、採決に下せ、これで晴れて採決が下せますねっていう最終チェックを行う機関なんです。でこの最終チェックを行う機関が設けられたということなんですが、ちょっといろいろ紆余曲折があって、このね、行政不服審査法は平成26年に結局成立したんだけど、実はね、10年近い歳月がかかってまして、この間にね、ちょっといろいろ政権交代があったじゃない。最初自民党の案作ったんだけど、政権交代で民主党が政権取った時に自民党の案を一回全部ひっくり返して自分で作ったんです。で、その後民主党からまた自民党に政権交代になったじゃない。その時に結局自民党どうしたかっていうと、もともと作ってた案と民主党の案と、まあ、ある程度いいところを取り入れる形で最終的な案ができたんで、まあ、どっちに由来するものなのか、詳しい人はちゃんとみんな分かってるんですが、どの制度がどっちに由来するのかっていうのがあったりするんだけど、そういう経緯があってね、なんかね、中立公平な第三者的な審議員に審議させて、審議員検証を出させて、で、さらに中立公平な第三者機関である行政不服審査会の、諮問答申を仰ぐっていう、なんか二重の制度を作ってたんです。で、私もね、最初にこの法律見たとき、行政不服審査会、正直なんか余計なんじゃないのと思ったんですけど、私はですね、第三者機関なんで、この行政不服審査会っていうのは、学識経験者とか、弁護士、税理士とか、まあそういった、あるいはまあ、行政職員の OB とかね、そういったような人が入ることが予定されてる、まあ第三者機関なんだけど、この中に入ってみてね、結局やることは審議意見書の、まあ言ってみれば審議意見書がこれで良いかという最終チェックなんだけど、意外とチェックすべきことって多いんです。でね、神奈川県の場合はかなりレベルが高い、先ほども言ったように弁護士の資格を持った人も入ってるし、まあプロパーの職員の中でもかなり優秀な方、えりすぐりの方が作ってるから、かなり全国的に見てもレベルの高い意見書を作ってるはずなのに、やっぱりね、審査会で審理してみるといろいろね、修正すべき点っていうのは出てくるものでして、そういうこともあるとね、最終的に私の、4年ぐらい、そうですね、4年ぐらいこの実務に携わってみた感想からすると、まあ、よくできた仕組みです。でよくできた仕組みなんですが、まあ、説明します。で法律では、この行政不服審査会、法律上は第三者機関という名前になっているんですが、国は行政不服審査会という名前になっています。自治体はどんな名前をつけてもいいんだけど、結局行政不服審査会という名前にしているところが大半です。でこの諮問手続きというのも、まあ、やっぱり今回の改正で導入された手続きです。で第三者機関というのはですね、審議意見書の内容をチェックして、その審理が、公正中立になされているかどうかを確保することが目的ということになります。なんでっていうと、それはね、もう皆さんもうすうす感想として抱いていると思うんだけど、審理員がいかに職権行使が比較的独立した中立公平な立場で審理できる機関だとは言っても、審理員は結局のところ審査庁の職員、つまり行政の職員だってことが結局はですね、ネックなんです。だから審査請求人からしてみると、なんだ結局やっぱり身内のことかばってんじゃねえかっていう疑念は常にやっぱ持たれてしまう。不公平だっていう疑念を常に持たれてしまうっていうことなんです。まあなんかここで余計なこと言うと、まあどんなに公正中立にやったって、審査請求棄却されるとこの人はどっちみち不公平だって、不満は持つんですが、まあまあまあ。ということなので、もう一回最後にですね、本当に中立公平な、結局その、まあ、自治体なり行政主体から全く自由な立場にある中立公平な第三者からなる行政不服審査会に審理意見書の内容をもう一回チェックしてもらおうということになります。
結構ね、やっぱり面白いんです。私も関わってるので、いろいろ経験があるんですけどね、弁護士の院の先生っていうのは事実認定についてすごく厳しいです。なんでこの書類だけからこんな事実が認定できるんですかっていうことです。で、私たちのような研究者、法律の研究者はね、やっぱり法律の理論的なことがやっぱり気になってくることが多いですね。いろいろやっぱ気になってくることってあるんです。さて、審査庁は、その中でその行政不服審査会から、答申、これでいいですよって答申を受けた上で最終的な採決をすることになるんですが、行政不服審査会についてちょっとだけ言っておくと、審理委員意見書の内容に不備があると思った場合、どうするかってことです。差し戻すだけではないんです。差し戻しはしないんです、基本。発想としてはあれに似てます。地裁の判決と高裁の判決の関係に似てます。知ってる？高裁の判決って、もちろん自分で一から書き直すこともあるけど、大体の場合は、ここからここまでは地裁の判決を引用すると。で、ここの部分だけこういうふうに改めるとか、ここの部分をこういうふうに加えるとか、そういうふうな判断するじゃない。あれにものすごく似てます。事実認定についても、理由のところについても、審理意見書の内容をこういうふうに変えますっていうふうな感じで答申を下すんです。で、もしもですね、証拠調べなどに不十分な点があるときは、自ら不服審査会で調査をすることもできます。口頭意見陳述も不服審査会で行うことができます。まあ、あんまりありませんけどね。こういうふうに行政不服審査会は調査審議について基本的に審理員と同じ権限を持っていて、審理意見書の内容では不十分だと思うときはですね、自ら、その、調査をして、今言ったような書き加えることをしなさいというのが、その行政不服審査会の役割ということになります。はい、最後、採決です。行政不服審査会からの答申を受けて、晴れて審査庁は採決を下すことができます。なおですね、これはあんまり言わない方がいいんだけど、別に答申の内容に 100% 従って採決しなきゃいけないわけでもないんですよ。最終的に採決を下すのはあくまでも審査庁の権限なんで、審査庁が、なんかこんな答申書いてきやがったけど、全部が全部従いたくねえやって時は、まあ、少し独自路線な採決を下しても、まあ、それは法的には妨げられません。おすすめはしませんけどね。決しておすすめはしませんが。はい、なおこういうわけで採決が下されるわけですが、まあ、皆さん以前にやった話で覚えてますかね。行政処分の効力のところでちょっとだけやってるんですが、採決には不可変更力というのが備わっています。何が言いたいかっていうと、訴訟裁断的な性質を有しておりますので、一旦審査請求人の負けとしたものを、処分庁の勝ちとしたものをよく考えるとこっちの勝ちかなとかね、そういうふうにその逆でもいいんですが、一旦下した判断を容易に覆すことはしてはいけません。こういうのを行政処分の不可変更力ということがあります。あとですね、もう一つ言うと、申請に対する不許可処分がなされたような場合ですね、不許可処分について、取り消しの採決を下すということがあるんですけれども、行政不服審査法の46条かな、審査庁と処分庁が同じの場合、あるいは審査庁が処分庁の上級行政庁である場合については、取り消すだけじゃなくて、この、まあ、要するに、こういうケースですよ、こういうケース。X に対する不許可処分の取り消しをね、求めて X が審査請求を出してきた場合、不許可処分は取り消しますっていう採決を書いてもいいんだけど、処分庁と審査庁が同じとか、あるいは審査庁が処分庁の上級行政庁である場合は、もう処分をする、処分をせよという義務付け採決っていうんですが、簡単に言えばその不許可処分ではなく、不許可処分の取り消しではなく、許可処分をせよという義務付け採決を行うことも認められています。で、これは行政訴訟との違いでして、行政訴訟ではですね、まあやっぱこれは処分権主義に反するからなんでしょうね。行政訴訟では、原告の方から義務付けの訴えというのが提起されてない限りは、裁判所は義務付け判決というのを下すことはできません。
まあ、ここら辺もね、行政自身が判断を下す、まあ、審査長の立場にあるか、そうじゃなくて裁判所が判断を下す立場にあるかということの違いかと言えます。さて、先ほどちょっとお前抜かしたなと思われそうなので、抜かしたところをちょっとだけやります。96ページの再調査の請求と再審査請求です。再調査の請求っていうのはこれはほとんどないんだけど、処分長自身が不服申し立てについて審理や判断を下すという手続きです。旧法下では異議申し立てって言われてたんだけど、これはね、審査請求の場合、一応上級行政庁ってのがあって、上級行政庁の判断を下すってことなんだけど、再調査の請求ってのは本当にこの下の、だからさっき言った保健所長と県知事がいれば、保健所長が、そんな、実際違いますよ、実際違いますよ、実際違うんだけど、例えばの話、例えば言うと、保健所長が、まあ、審査長になるような手続きです。でも、これは本当に中立公平性の観点からもう、あまり望ましくないので、新法ではほとんどもうなくなりました。でね、まあ、かつて、白色申告の公正処分については、理由の不備が定められてなかったんで、税務署長が行ったですね、公正処分について、国税不服審判署長に審査請求を行う前にですね、税務署長に当時は異議申し立てって言ったんだけど、異議申し立てすることによって、なんでこんな白色申告がされたのかという理由を聞き出すことっていうのが、まあ、主な目的であったと言われます。で、それぐらいしかなんか、その差異はないと昔から言われてた手続きでして、で、今では国税通俗法で白色申告の時も理由を提示することになったんで、存在意義はほとんどなくていないです、はっきり言って。もう一つ、再審査請求と呼ばれるのもあります。こちらはね、実務的には結構よくあります。社会保険関係で結構、福祉関係、社会保険関係で結構あります。一番よくあるのはこのパターンです。生活保護法の、例えば生活保護の開始決定、変更決定、廃止決定といったような処分については、市町村長が処分長なんですけれども、審査請求はですね、なぜか都道府県知事にすることになってるんです。これは法律でそう決まってるからです。法律でそう決まってるっていうのは、これは、行政不服審査法でいうと4条の柱書きです。法律に特別の定めがある場合の除くほかってやつです。で、注意して、勘違いしちゃいけないのは、これは再審査請求じゃないですからね。ここは審査請求なんですからね。都道府県知事が審査請求になります。審査請求の、審査長になります。だから私なんか神奈川県の行政不服審査会の委員やってるから、神奈川県内で起きた生活保護関係の事案なんていうのが、まあ来るわ来るわっていう話で、いっぱい来るんです。で、そこでも不満ですというときは、実は厚生労働大臣に対して再審査請求というのを行うことができます。再審査請求って何かっていうと、まあ審査請求が訴訟の一審だと、第一審だとすれば、再審査請求は第二審みたいなものだと思ってください。っていうか、まあほとんどその立て付けで同じです。なんでこんなのが認められてんのっていうとね、まあいろいろあり得るんだけど、私も詳しいことは分かんないんだけど、まあ特に厚生労働行政なんていうのは、まあすごい複雑なところもあって、あと法定受託事務だっていうこともあって、全国的にある程度統一した運用をする必要があるっていうこともあって、最終的に厚生労働大臣が判断するってことになってんだと思います。はい、というところでここで一旦。